ハイピースクでストラクエイレブンやっていきたいと思います。今日は、ついにネルソンの宿じゃねえ、いると訓練場にやってきたので挑戦していきたいと思います。あ、でもなんかいる。お、ありがとう。こういう感じか。あ、別になんかいるわけじゃない。こんなものが、ここにこんなものが。よろず山あんだ。復活の杖欲しいな。どうしよう。うわあ、ここにいっぱいある。買えばいいみたいな感じになってる。なるほど。戻す。はい。お、銀行もある。オッケー。行きますよ。はい、迷宮はまだ始まりにすぎ、勇者があれに手を、迷宮のさらに奥へ行けることができる。はい、じゃあ左から行きます。はい、わかりました。よし、行きます。怖い。おお、そういうことか。あー、結構ガチのステージだな。ほうほう。アイテムとかは特にないと。はい、行きましょう。うわー、怖い。うわー、なんだこいつ。かっこいい。どんどん進化していくな、お前ら。どれ？いけ。壊せそうなものもないし、なんか見覚えがあるけど。
こう。おいや。ね、叩かれるね。この先どんな困難が待ち受けようとも決して諦めてはならない。お前はこれまでの冒険で培ってきた力と知恵を駆使すれば必ずやこの迷宮を突破できるだろう。ハロス。なんでお前は怪しい影響。欲しいな、あるならば。こないこない。はいはい。おお、一発？え、なんで？さっき全然死ななかったね。あ、なんかいろんな影がいんのか。うわー、いっぱい出てきた。すぐ死ぬのと死なないやつがいるね。もうナイスレベルアップ。何があるの。おお、2枚。太っ腹。あ、やっと50枚なんだ俺。え？あー、できたよ。そういうことね。あ、でも宝がある。おお、落ちないのすごい。なんかいっぱいいる？わ、いっぱいいる。当たりが。全部行くしかないですね。これや。じゃあ100枚全然嬉しくないし。いやー、お前外れね。ああ、うわ、そんなにこれだけ500もらえるのね。あ、あいつ乗れるぞ。ちょっとやめてやめて。あ、勝った。でもどうしよう。無理や。やめて。
ばいな、 MP が。もうなんかある、なんもない。これ上も乗っていけるとありがたいんですが、奥に、あ、これつないといけないの、むしろ。よし、これ帰ってきたでしょ。どうしようどうしよう、どうやっていくの。これ落ちるかな。あー、落ちた。おお、危ね。これ大変なやつだな。これは取る。そんで、あれこっち行ったよね。あ、宝。やめて。どうの剣。うわ、なんだなんだなんだ、お前はバブルか。あ、でも落ちないといけないやつか、これ。落ちるゾーンでしょ。なるほど、落ちてから行くゾーンだ、これは。んで、アイテムがあると。おお、なんか違う感じであるけど。おーおーおー、ヘビメタ。ボス戦かなー。あ、違う、まだまだだ。まだまだ続く。来た来た来た。おーおーおーおお、逃げんなよ、逃げんなよ。よし。あ、なんで攻撃してから逃げんの。そんな、そう、おじいちゃん頼ろう。おお、いやー、なんか怖いな。徐々に強くなってるから敵が。もう第2弾。地味にセーブを取る。よいしょ。
急に変わるんだな、街が。街じゃねえ、ダンジョンが。何、鳳凰の巣って。めっちゃ怖いんだけど。お、いるね。ちょっといいの。ラーの雫。何それ。お、来てる。強いな。一時が強い。うわ。倒した。あー、鳥欲しい、鳥欲しい。鳥じゃないけど。待て、まず、今取ろうか。うぇい。おりゃ。痛みに反してめちゃ強いからな、この子の、この技。よし、飛べるのありがたい。お、あった。から発見。めっちゃ飛べるな、これ。よっしゃ、3枚。何この大盤振る舞い。お、なんかでかいのいるで。いるや。でかいや。強っ。じゃんじゃん。バツ2回になっちゃった。マジか。ゲロ強いじゃん、この人。あ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。死ぬ、死ぬ、死ぬ。マジか、マジか。あれ？覚えてない。せいや、上陸して。危な。復活の杖なかった。おお。やめて。死ぬ死ぬ。超強いじゃん。めっちゃ強い。何それ、何それ。え、ちょっとやめてやめてやめて。うわ、危なぁ、マジ殺されまくった。あ、だから メビウスの盾。おっと、怖いな、なんか通れないのか。
あそこにもお宝。はいはい、めっちゃめっちゃめっちゃある。何ここ、ここは通れませんよゾーンだ。誰の装備？もしや。出た。じゃあ続きいきましょう。結構ハードなダンジョンですねこれは。お？着いた。ここはウラノスの間なんだ。はいはい、バトルですかこれは。よくぞここまでたどり着いた勇者ピースケとその仲間たちよ。おーネルソン、現れたな。ごついな。あ、ネルセンあんたまさか戦士ネルセン。うん、私はネルセン、かつてロー氏と共に戦った男だ。私は邪神ミズゼルファを天空に封印した後、荒廃した世界を復興するためバンデル本王国を建てた。我が統治の下王国は大いに繁栄し、人々はいつしか私をこう呼ぶようになった。偉大なる建国者英雄王ネルセンと。そなたたちの中にもバンデルフォンゆかりの者がいるようだな。グレイグ、その者たち、お前がかつての私と同じく勇者の仲間になったのは偶然ではなく運命だったのかもしれんな。時にネルセン様、あなたが伝説の勇者と共に戦ったのは遠い昔のこと。どうして今もこのような場所に。私は死の間際いつか訪れるかもしれない野心復活の日に備え、神の民と共にこの迷宮を建設し強力な武具を隠した。そして邪神と戦う勇者が現れた時、その力になるため魂だけの存在となってここでお前たちを待っていたのだ。お前が勇者の名を継ぐ者か。確かに老子と同じ目をしている。かっこいい。この免疫はそれ自体が勇者を試す支援。よくぞそれを乗り越えた。褒美にお前の願いを一つだけ叶えてやろう。ただし私が課す最後の試練に打ち勝つことができたならば、この試練では自分自身を脅かす最大の敵、そうお前の中にある恐怖が実体となって立ち塞がる。だがもしそれを乗り越えることができれば、お前は何者にも負けない強さを手に入れるだろう。
では勇者よ試練に挑みたければ私に言うがいい。もう来たなぁ。いっか。試練を行うぞ。戦闘中の行動を一手とし、すべての敵を倒すまでにかかった手数の合計を数える。これから現れる敵を25手以内にすべて倒すことができれば、お前に願う一つ叶えてやろう。では行くぞ。おー。出たな。いや。最初はギガブレッキ、最初はギガブレッキ、なんで、あ、違う違う、やりよるな。このバイキングで奪える。ベホマラでござる。影はきっと弱いと信じ、また絶対に言う、絶対見る。おわっしゃ、ラブワイクしたこれ。倒せんのか、このレベルで。お金パワー、いくか。お金パワー、痛いよ、辛いよ。うわ、やめてやめてやめて、合体しないで。何してんのこれ。もうあ、でも倒せそう。よいしょ、なよ。もう一回来るな、もう一回来るな。うわ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 、死んだ。どうしよう、これは入れ替えやろ。耐久、耐久、攻撃力半端ない、攻撃力半端ない。マジか、半端ないと思わなかったな。入れ替えよう。もう生きてるやつでやるしかない。でまあ、あんまダメージ関係ない。死んだ、やめつくり。これ倒せんのかな。おお、素早さが高い。ちょっと回収必中。おりゃ、マジか。つらい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 、死んだ。いや、もう一回あつらいつらい、絶対的にレベルが足りない。ちょっと待って、やめ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 て、マジかよ。
ちゃん倒しちゃう。痛い痛い。いるかい。これ使えないし、やばいな。なんか持ってない。あっち。危ねえ。誰か引き返さないと。せめて。もう弱いはずだから。止まれーま。止まれーま。うお。帰る。なんとか勝ったけど。今回の結果は、うわ、そうか、そういうことか。ポストが触らなきゃダメだったんだ。おお、危ないな。辛いんだよ、それが。いや。いや、呪文なら、呪文なら、もういいよ、これで。あれ、やめて、やめて。ああ。でも、辛いわ。ちょっと
それ。うわ。ちょっと確実にやられています。頼むよ。全部できるのかな。むずい。まずはこれか。上から行こう。はい、ありがとうございます。ミューシャンするよ。今日ができる。キヌの種終わりました。おお、こういう感じか。何度も挑む系ですね。はい、ということでまず第一個の試練を無事クリアすることができましたので、またもう一回チャレンジして、次倒せるのかな。レベル上げちょっとしないといけないかもしれないですけど、はい、頑張ってやっていきたいと思います。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは皆さん、ピースな一日を。バイバイ。